願いしまーす。お願いしまーす。そうか、入ってないのか。なんか、あれがないだけど、気持ち悪いあ、確かに。いつもどこにあったの？画像。これはこっちもですね。違う、あれだよ。モニターになってたんだよ。あー、あユーストリーム。そう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 。そうか、そうか。お、見てる人いるぞ。ツイッター結構本当みんな見てるよね。そうなんだ。え、なに普通のツイッター？うん、ドリームキングダムって言ったね。ドリームキングダムで検索すればいいの？そう、で、またこの放送はユーストリームでも同時生配信してますので、ユーストリーム内でまず訂正から入る。この空間が映像となってご覧いただけます。そちらの方ツイキャスってやつじゃなくてツイッター配信。ツイッター配信、うん、どんだけ知らないの。皆さんこんばんは。はい、こんばんは。早速ながらですが、最初の冒頭でユーストリーム配信って言いましたけど、はい、今ですねツイッターの方で配信されてるそうです。王者とドリームキングダム。本当だ。おへえ。すごいすごい。なので映像を生で見たい方はツイッターの方で検索してもらえればいいかなと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、はい、今月のご機嫌レディオ、うん、久々だな。すごいね、この2人バージョン。もう先月はね、落ち武者だったりとか金髪のプロレスラーだったりとかいて、うん、めちゃくちゃ賑やかだったんですけど、なんか前回の休憩部が回ってきた気がする。そうだよ、マールリスナーすぎるんだもん。もうね、昭和のドリフの笑いを来たね、ガヤのわーよりも仕事してなかったよ。だって笑ってたけど声になってなかった。本当。そうそうそう、入ってなかった。入ってねえよ。どうしたあれですよ、まあその先月のゲスト、うん、日本刀の話はちょっとこの後、はいはい、ね、この前やった銀パラ、うん、ライブの話を今日はメインにお送りしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあその前に今日も早速アトムの曲を聴いてください。アトムでシャウト。これ来てるよ、下。え、ほんとだ。すごい。見れるんだ。そこ見たの、ここ見たの。あ、ここで。完全。みんな人のこと言えないリスナーになってる。ここで配信してたの。わー。こっちばっか思って。あ、こっちもわー。これがね、最後。そう、ほら、YouTube はやっぱ慣れてるじゃん。うん。さすがに。だけどこの Twitter とかさ、Ustream もさ、だって。よく聞かれるけどさ、わかんないっつって。え、ってことはこれ携帯音声も？音声は？言ってるよ。いやいや、口パクリでどうすんだ。ラジオ聞いてる人がこっちも見て中と外でやる。え、じゃあこれリツイートとかもできるの？リツイートできるよ。へえ。自分ツイッターがあればね。はあ。そっか。こっから音楽も流れてるからちょうどいいのか。ちょうどいいの。ツイッター、こっちの方がちょうどいいんじゃない。うん、俺だって2500-2600人フォロワーいるから結構。おお、すげえ。え、あ、違う、間違えた、なんでもない。一緒。老眼老眼。老眼じゃないし。老眼ですか。全否定。全否定。即答。ちょっとタイムラグあるね、インターネット。そうなんだね。うん、本当だ。うん、でもこれどこの Wi-Fi 拾ってるんですか。どこの Wi-Fi を買いまで拾ってるんですか。さっきあんだけの人が見てたからさ、あれだったけど。行きまーす。入ってる入ってる全部。はい、ということで今お聞きいただいてるのはアトムでシャウトです。はい。
ということで、先ほども言いましたけど、うん、この前やったね、あの半年以上ぶりか、何月2月3月、うん、そんぐらいだよね。ちょっと間空いちゃったんだけど、あのアトム企画のギンギンパラダイスやりましたよ、うん、でハロウィンバージョンということで、まああのいつでもご機嫌なバンド仲間ではあるんだけど、うん、今回は特にあの日本刀はじめ浜雄介ジープ橋本そしてハロカと本当に賑やかだったよねもうあのなんだろう、ハロウィンだからコスプレしてきてくださいじゃなくてもう万年コスプレというか、うん、あのキャラが出来上がってる人たちばっかりだったんで、うん、本当にあのアトムファミリーことお客さんたちもねすごい喜んでくれて、うん、もう終わってからもなんかこう初めてライブ会場来たお客さんもいたんだけど、結構あの写真撮ったりとか、あのそれ SNS 上に載っけて喜んだりしていただいてましたけれども、はい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 、どうでございましたか丸さんは。もうあのこ今回のやつ、うん、こうなんせギター上手い人多くてギター見せてるからそうだよね、そうだったそうだった、変態ギタリストばっかだったから、うん、もう見てても飽きない自分が。確かに、うん、なんだろうね、丸に至っては普通はこう敵対心燃やしたりとかさするんだけどさ、あんた完全に最初からさもうあれだったもんね、楽しんでたもんね本当に。弾きながら歌うとかおかしいですもんね、あこんなになりながらいやおかしかねえけどさまあそんな回でございましたが、うん、まあハロウィンちょっとね調べたんだよね、もう終わった話ではあるんだけど、うん、ハロウィンっつったらさやっぱ川崎のハロウィンがすごい有名じゃん、うん、で今年で22回目だったんだって。あそんなに、うん、これ他の番組でも言ってたかもしれないんだけど、ミワにとったらすごい今回勉強したなって感じだよメモがいっぱいでしょ。でそう第1回目が1997年にあったらしいんだけど、うん、その時の参加者が150人だったんだって、うん、で沿道の、まあ、見る人500人っていうところがだよ、うん、22回目にして近年では参加者2500人、もう10倍以上、沿道13万人以上だって。すごくない？もっとか、もっと全然だ、うん、全然だよ。もうなんかこれ調べてて一人でちょっとうわーとか思ってなんかハロウィンってそんだけこう、だって逆に言えばさ、うん、22年前なんてハロウィン知らない人、うん、まあ知ってたとしてもかぼちゃぐらいのイメージでしょ、うん、だけど今ってさ本当はあの地元でもそうだけど結構あのハロウィンイベントとかやってるもんね。飾り付けとかも全然なかったですかね。なかったなかっただから今回もさあのライブ会場もそうだったけど、別にどこに仮装してきてくださいって書いたわけではないけど、うん、お客さんもそこ勝手にってあ自由にね、うん、そうあのありがたいことにそれだそこそこそそれだじゃないの本当にあのねコスプレしてきてくれて、うん、もうすごかったよね。誰が出演者で、うん、誰が見に来てるのかわからない状態で気合が入ってますもんね。みんな入ってる。だからさあの本当違う意味でも結構楽しみにしてくれるんだよね、ハロウィン。今度のハロウィンいつみたいなあの今年は何日っつって逆にこっちが被んないように気をつけなきゃいけないって。ああそうかそうか。そうでもここのとこほらアトムってさライブ自体はちゃんと、うん、ちゃんとつうか衣装じゃん、うん、でまあ一緒にやる共演者が演奏してる時だったりとか、うん、っていう時にまあせっかくだからっつってあの、うん、衣装着替えてコスプレしてるんだけど、まあ去年もそうだし今年もそうだけど、マルは被り物やっちゃうからさ、もう誰だか分かんねえし、きっと息苦しいんだなみたいな。あれなんかすごい苦しいよね。そうでしょ。もうだって写真見たけど、うん、いやこれ分かんねえよなと思って。衣装着てるわけでもない。そう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 。もう。でもねそれに負けず劣らずカラコンとかして、うん、本当に本気張りで
うちのお客さんたちた、うん、やってくれてたんで、逆にミワは怖くて目を見て話せなかったっていう状態だったんですけど、はい、まあそんなギンギンパラダイスおかげさまで大盛況に終わりました、うん、はい。ねえねえ、今日さっきも一人でちょっと早く来たからお茶してたんだけども、巷はクリスマスですよ今度。早いですよね。そうそうそう、もうあのずっと BGM が、うん、クリスマスの、ね、そうクリスマスがかかってる中で今日も一人で肉食ってきたもうどこだか分かった。鳥ね、そうそうそう、鳥肉食ってきた。そうなんですよ。なんでね、まあ皆さんそうだと思うんですけど、クリスマスはクリスマスで、まあ下半期はもう固まってるよね日本、うん、ハロウィン終わりはクリスマス、そして正月、正月だって逆にどこだっけな、この前もう鏡餅が並んでるっていうとこあったよ。あ、地元の薬局だ、はい、そうクリスマス飛んだって思った。まあ薬局クリスマスないですからね。いやだって別にだとしたら鏡餅だって別にいいじゃん。そうか、そう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 、だからあの、あ、ごめん取っちゃった、あれなんだよね。もうはいはいはい、ライブもそうですけど、こっから先はうん、もう盛り上がることしかないと。そう、企画自体もそういうクリスマスだったりとか、あとはカウントダウンとかっていう状態になると思うんですけれども、うんうんうん、うちも例年に漏れなく今年もカウントダウン、セブンスアベニューの方で、参加したいと思いますので、そちらの方もよかったら遊びに来てください、はい、お願いします。ということで、この辺でもう一曲聴いてもらいましょう、うん、アトムでライトナウ。たけちゃんの話すの忘れてる。うん、竹彦さんの話をするの忘れてる。休みだって。そう。もういないもんね。まだ出番決まってないもんね。うん。川崎市民祭り、今やってる最中ってことか。234、あ、今日から、そう、この時期にお祭りやるんだ。そっか、明日だったら休みだもんね。今日からだって。これただの新聞見てるおっさんみたいな。どんぐらい広いところでやってるの？どこ？近い、ちょいちょいちょい、うん、はい、じゃあ行きます。はい、今お聞きいただいてるのはアトムでライトナウです。はい、いやにしてもなんかあれだね、やっぱりん、あの二人だとさ、うん、まったりしてるよね。まあ前回が前回だったからあれだけど、でもね結構あの落ち武者慎太郎くん、結構あのギター教室の生徒にも言われたみたいで、うん、先生ほとんど喋ってましたねって言われたって。だけど結構本当に楽しかったらしくて、うん、また来るってあのこの前も騒いでたんで、もうどんどん来てもらって、そうすれば休憩が。なんだその休憩って、本番中に休憩取るなや。そうで、そうだ、言うの忘れてたっつってまた言わないところだった。ん、あ、今日リーダー竹彦いませんね。そういないんですよ。あともね、みんなでグループラインじゃなくてグループ共有スケジュールっていうのをやってるんですけど、うん、まああの大体入れるのが
ミュアでアドムの予約、うん、あの予定はね、うんうん、でまあマルとかに関しては例えば他のバンドのサポートだったり、うんうん、だからこの日はもう予定入れちゃいましたっていうのをみんなで共有しろって言って始めたやつなんだけど、そこにほらもう言うてもさ、うん、ご機嫌レディはさ、まあ毎週毎週さ3年近くやってるわけだよ、うん、もう覚えてんだろうと今、うん、もうちょっとね入れるの遅かったんだよね、うん、あそしたらまんまとサポート入れやがって今日どこまで行ってるの？今日はね高円寺、結構遠いですね。そうでも今日の朝の朝までなんかねなんとか来ようと思ってね、ラジオあダメだ間に合わないっつって自分でなんかいろいろ検索してたみたいで誰も送ってくって言わないのになんか車であ間に合わないとか独り言のようなラインがパン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 来たからしょうがないねっつってあそれラインなんすね。そうラインだよ頑張ってねっつって入れといた。まあでもこっからじゃ結構な距離ですからね意外と。そうだね、だからあとはほら車もう完全にミワはさ車大好きっ子だから、うん、どこ行くにも車なんだけど終電とかは気にしなくていいっていう反面、うん、やっぱ時間が読めないじゃん、混雑したらアウトですもんね。そうそうそう、そういう恐ろしさはあるからね、うん、そうなんですよ。まああとはあれだん言っとかなきゃいけないもう一つの重大発表として、今ちょうどアトムベースが2人体制、はい、大気サポートとあとは和歌山に住んでいるエディでやってました、うん、がちょっとねこのもうあと残すところ2018年も11月12月なんですけど、はい、あの大気がちょっと忙しくなるってことで、うん、お休みしたいって言って、うん、まあまた戻ってきますってこの前も元気に言ってくれたんですけど、うん、まあそうなったら今度ね和歌山からエディが毎回来るっていうのもそれは結構な結構なそうなのでまあほら簡単に和歌山って言ってるけど、うん、和歌山もなんか結構な山奥らしいんでなのでどうしようかと、うん、アトム会議を開いた結果、はい なんと、まあ、この番組ではね何回か出てはいない、そう話題に出して無許可でバン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 名前を言っていましたが、うん、うちの、初代ベーシスト、はい、T 鈴木がね、うん、T 鈴木がまあ次回のライブは弾いてくれるっていう。次回のライブはいやその後は分からないじゃん。分からないってT 鈴木が分かんないんじゃなくてうちらが分からない彼を呼ぶかどうか分からないですけど、まあやってくれるっていうことなんで、うん、何年ぶりそのメンバーでやんの、うん、5年ぐらいは経ってんじゃないですか。そうだよね、うん、だってもうこの前ねそんなこんなで、うん、ふざけ半分でうちのリーダー竹彦がリハに入ろうって言ってT 鈴木にオーディションですって言って、ね、久々に音合わせしたんだけどね、うん、まあ何がすごいってコーラス？すごい、あれはすごいコーラス頼んでないんですよ。コーラス頼んでないのにベースラインをちゃんと思い出してくるんじゃなくてしかも、うん、彼がやってない曲とかまで、そう、それがすごい、そう、めちゃくちゃもうガーンってコーラス入ってもう一瞬にして全員笑いこらえたからねで終わった後の竹彦の一言がん合格コーラスがって言ってたからねなのでまあ見どころ見どころなのかなでもアトムメンバーね代々もそうですけど結構それぞれキャラが濃いというか個性的なので、うんまあ、その辺も踏まえて、楽しんでいただければありがたいかなとは思います。クイズが復活するんですかね。いやしないね、当時はまだアトム結成して間もなかったし、うん、オリジナル曲もそんなになかったし、うん、これをどういう風に盛り上げようかっていうところでやってた T 鈴木クイズっていうのがあるんですけどまあ今は止めますね全力で、逆に全力でもしくはその時間を返せと言います
でも今日もね本当T 鈴木誘ったんですけどね、何やら本職の方の運動会若干遅いですよね、うん、でも多分これだけ聞くと、うん、普通にあ学校の先生かなんかなのかなって思う方もいると思うんですけど普通の会社員です。しかもなんか文章がよくわかんないんですけど運動会で栃木に行くのでとかいう、わけわかんない LINE が返ってきて、で次はいつですかって、いや呼ぶって言ってないしあなたゲストじゃないしみたいな。なのでもうツッコミどころ満載なんで、さすがとしか言えない。本当だよね。確かにまあいろんな意味でだから丸もこうまた変わるんじゃない、うん、丸のキャラがベースによってほら、うん、丸の立ち位置って変わるじゃん、そうね、結構聞き手になったりさ、うん、兄貴分になったりとかさするわけだけど、T 鈴木の場合だと何なんだろう。どうなんだろうね。まあでも入ったのほら一応先輩だから、そうね、うん、だからそのメンツの時だもんね、うん、丸が加入したのはね、そうそうそう、いやーどうなるんだろう。2018年楽しく終わりたいんですけどね。いやある意味楽しいかもしれないですよ、うん、大爆笑で終わるんじゃないか、うん、前進したいんですけどね。ということで、はい、もう一曲この辺で聴いていただきたいと思います。この曲もライブでまた最近やってないので、あ今日そうか、そういうことで3曲なんで、ね、そうだよ、ゲストの分、ゲストの分がないので、がっつりと後も聴いていただきたいと思います。美味しい日だ。 それでは聴いていただきましょう。アトムでシティハンター。こんな聴いたのも久しぶりかもしれない。そうそうそう、多分そう。すごい、まだ人いっぱいだね。スーさん多分ここまでやってるんですよね、触りだけ。そうだって、うん、美薬とここら辺まで。え、美薬やってる？うん、ドゥンダダダダンダンって。あ、そうだ。え、ライブでもやってる？そこまで覚えてない。でもやったと思う、リハでやったってことは。そう、お願いします。何年前だろう、いや、2000、米沢さんがやる前ってことだね、そのほんのちょい前。うん、ということで今お聞きいただいてるのはアトムでシティハンターです。お久しぶりですね。そう、うん、まあ今日はねゲストがいないってことで久々にアトムの曲3曲流しましたが、うん、そんなことやってるうちにもうエンディングですわ。早い早いね。意外となんかうん、今日はほらなんつったってさ、美和がさ川崎ハロウィン調べてきちゃったから、そうお勉強してきたからさ、その話が結構うん、ちょっとこれからそういう感じで勉強しようかな。でこういう月一で何かあったらそのうちネタがなくなる。違うもん、ちゃんと川崎ハロウィン2018、うん、今年で22回目の開催でしたっていうところまで調べたから、うん、それは毎年変わってくからね。あ、そうか、まあ、1回ずつ増えてくだけだけど。はい、ということで今月はね、はい、11月30日もアトムの放送があるんですよ、はいはい、なのでその時にはまた愉快な、もしかしてまた日本刀かな、ゲストを呼びたいと思うのでまだ決めてないですけどね、よかったらそちらの方もお楽しみください。そしてその前にですね、ライブが11月の19日、はい、月曜日、
ベーシス、横浜ベーシスの方であります。これがさっき言ってた T 鈴木がベースになりますので、うん、まあ見納めになるのかまた見なきゃいけないのかそれは、まあ、来た方がいいなわからないですけど、まあ言うてもね、うん、あの T 鈴木ファンっていうのも貴重にいたので、うん、その子たちはぜひぜひ遊びに来ていただければと思いますのでよろしくお願いします、はい、お願いします、はい。そして、今流れてるじゃん、今日3曲流したのと今のこの美薬も入ってるヨーロ、毎回言ってますがこちらの方も、ライブ会場で物販、もしくは、タワーレコ、HMV、Amazon、楽天など、そして YouTube じゃなくて iTunes、Apple Music、レコチョク、LINE Music などなどでもダウンロード購入もできますので、よかったらお聴きください、うん。アドムのホームページ、Facebook、Twitter なんかもありますので、そちらの方もよかったらチェックしてください。そして私が Twitter をあんまり知らないのでよかったら皆さんやり方を教えてください。見たいねこれ。ということで、今月は30日、ここはね、うん、できれば全員揃いたいね。そうですね。まあ T 鈴木も。最初で最後になるかもしれないけれどもいつも最初で最後だ読みたいと思いますので、よろしくお願いしますということで、今日はここまでです。皆さんさようなら。全部最初で最後だから、かわいい鈴木一回行ったら今度2回目か最後かいつも崖っぷち。